ボケるから乗ったらあかんねん。はい、これは、なんてバイクでしょう。あ、振った振った、これどう見ても分かるやん、俺が好きな、そう俺が好きなバイクやん、言うて、そう、あ、そう、レッド 400? そう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 、そうやね、そうそうそう、そうどう見てもZ400FX って名前か、そう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 か、そうか、はい、はい、Z400 なんですね、これね、はい、Z400、また分からない、 Z1 の FX違う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 。Z1 は違う。Z は Z。そうそう。Z400 FX ね。Z は Z よ。そうそう。いつもここに書いてるから、それ読んどったんやな。そう、読んどってんけど。ビートの方がカバーが出たから。はい。いつから乗ってはるんですか。もうほとんど最近しか乗ってないです。最近買いはったんですか。乗りません。はい。乗りません。結構高かったでしょ。ですが乗りません。乗りません。ください、じゃあ。もう家に置いてるだけですか。置いてるだけです。乗ったこけます。もったいない。すごい、いろいろこうやってね、あの CR キャブを買わせて。でも今日はじゃあ、何、意を決して来てくださったんですね。ホイールもこのそのままですね、FX 4000ね。何も僕は変わらない。あ、ま、前の方がこのキャブとか書いてるの。全部書いてやるが優しいな。優しいな。顔映したらダメですか、めっちゃ面白いのにな。面白いのに、もう。ダメなんですか。顔もダメだね。はい。東京かかって、めっちゃ顔映したいな、ほら。これほんまに森脇の、ね、マフラーでね、はい、直感じゃないし、直感じゃない、あ、一応この履いてるね、バフ直感で乗ったら怒られます、捕まりますもんね、このカラーリングも最初から FX カラーリング、そうそうそう、このカラーリング、はい、このカラーリングってあのゼファーの感じのイメージが、あ、一瞬俺も同じ、ね、まあ同じ川崎やからかな、あ、そうかな、 FX ってこういうのが多い、いや、定番はこのカラーリングじゃないかな、おじいちゃんの、あ、青と白会社の社長のね、昔のお父さんもこれのもう一つ古いかけだった FX 乗ったの、もう根っからの FX ファン、いや、そんなことない、そんなことないんですね、はい、マイクなんか乗ったらこけるやん、あ、そう、危ない、まあ、こけるレンジかけ始まるね、マダイでちょっとちょっとなんかつけときますか、はい、入ってる？見えた。分かれへん。ちょっとだけ。それだけ確認しよう。こう？じゃあ、ちょっと待って。足こうするよ。はい。はい。こうね。で、いくよ。入ってるね。はい。これでもエンジンかかる。うん。左足はもう置いとってな、そこ。ギア入ったら怖いから。はい。いいよ。うん。じゃあエンジン。まあまあかかるわ。キラの声が入れんから、はい、久しぶりのなんかのこの滑らかのスルーな旧車独特のな、ね、音やな、さっきのハーレーとかこうやドドドドドドやし、うん、これはスーってした感じ、はい、ちょっとうまく滑らかに言ってるこんな音と言ってましたよね、いいや、最後ええ音してますわ、うん、ね、この音が皆さんね、もう欲しいわ、今日のなんか一番でかいんじゃない？一番ね、横幅といい、はい、これは何でしょう、ZZR1400 です、 ZZR1400 です、はい、久しぶりに、はい、取材にさせていただいて、これあの 14R ではないんですか、
じゃないです。じゃないです、はい、何が違うんですか。めっちゃ似てますよね。エンジンも違うし、はい、この辺の作りもちょっと違う。あ、ちょっともう形も違うんですか。ほとんど似た感じです、ね、似てますよね。 14R と ZR1000。 じゃあ、オーナーさんお名前は。あ、ケンジです。ケンジさん、ケンジ君、ケンジさん、ケンジ君しよう。あ、ケンジ君、アニメでね、あいつらラバイから、はい、ケンジ君です。はい、はい、ドローマルで、このドローマルで。え、このマフラーもノーマルなんですか。いや、いや、これ書いてます。書いてる。あ、ここからも書いてるんですか。そうですね、もうここからフル液じゃなくて、フル液でスリッポンで。あ、スリッポンってことね、フル液じゃなくて、はい、はい、はい、もこれもあの最初からなんでね。え、この辺は買いました。はい、ま、あと、こうた時はもう、ほんまのドローマル、ドローマルマフラーとか、この辺とか。2009年にこのカラーが出たんですかね、はい、そう、そうですね、大体黒、真っ黒とか、ね、だから、ね、GGR とは思いませんでした、ね、いや、俺も GGR と思ってたけど、14R と違うのどっちなんかなという感じ。あ、そうか、2つあるからね。前から見てめっちゃよ、すごいね、幅が。あ、幅がね、うまよ、あ、見て、すごい、ね、あの、こっから横じゃなくて前からめっちゃでかいね、もうここと一緒。もう、また久しぶりに出たね、久しぶりに出た。280キロ、え、すげえ目立つ。280キロ、これマイルじゃなくてキロですもんね。キロです、はい。お、280キロ出るってこと。これ実際何キロ出るんですかね。300、300まである。ほんま、すげえな、もう。いや、なんか久しぶりやん。低いですね、このあの前傾姿勢ですね、はいはい、ですね、すごい。なんかもうあのレベル買って乗ってるから、ほら、あの慣れてるやとか思っとったけど、全然違うものですね、これはね。これは運転できない、できんのか、何やったのね。できん、できん、できん、1400、これあの中型では乗れませんので。線がついてた。そうか、そうか、はい、はい、じゃあちょっとあのエンジンをかけさせていただきます。ニュートラル大丈夫。はい、はい、すごい重低音がすごいです ね、 ね、 ね、想像してた音と違います。また旧車とは違うあの迫力のマフラー、ね、あれとあれと一緒やね。あ、そういえばほんまや。え、でも全然違う。でもほんまにモンキーついてるし。これが、改造はされてるの。そうですね、はい。どっちとも改造してるから原型は分かれへんけど、あのモンキーなんですね。はい。私もうほんまモンキー見たことなかったんで、これ今2代目ですわ。可愛らしいな。可愛らしい。マフラーも変わってね。ねえ、マフラーはこれモンキー専用のんですか。あ、そうだ。さっきのもね、はい、この感じやったんですけど。同じメーカーじゃん。あ、ねえ、ノーマー、ノーマー。はい。この横のね、これ純正じゃないですよね。はいはい。ビートっぽいやつ。ビートっぽい。はいはい。これはバックステップじゃなくて。いや、一応バックステップなんだけどやってます。ステップこれ変わってます。あ、そうなの。動画が何が変わってるとか全然分かれへんから。とにかくあの可愛いな。可愛い。待って、キック。いや、キックこれはできへんと思う。50じゃないから。もうこのままで。あ、うん、可愛い。お、足どれ、ここ、もうその後ろ、そう後ろ、すごい後ろやね。これさっきこんな後ろだったっけ。お、すごい。あ、こうやってね。あ、いいね、これ。
これ2人乗りできるんですか。ちょっと無理じゃないかな、まあ、乗ったら乗れるけど、一応違反ではないですよね。こうやってこう乗ってね、はい、ちょっとすごいね、じゃあ、はい、ちょっとエンジンをかけさせていただきます。ニュートラル入ってる。あ、そうか、キックか。あ、そうか、キック。やめとく、やめとく。もうなんか壊してもらったから、壊してもらったらあかんから、ちょっとかけてもらってにする。はい、お願いします。あ、まだ、ね、これも重低音ね、さっきと違う、さっきの感覚は違う。これももうね、すごい、見た目よりすごい音がね。いた、お、取れた折れた。マジか、これかからんわ。折れた。うん、やめとく、やめとく。もうなんか壊してもらったから、壊してもらったから、ちょっとかけてもらって。走り分けしてもらった。折れてるはずか。こっちちょっと押し逆で帰るから。あら、どうしよう。押し掛けからやってくるらしいじゃん。ちょっと押し掛けで、押し掛けか。これやろうわ。そうです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。